室かな。なんだか少しグレイシスターさんと初めて会ったあの施設に似てるかも。あった、ハイエスクリスタル。これを私の持ってきたアイエスクリスタルと追消滅させれば。ちょ、あんた何やってるの？真帆ちゃん。ネプギアちゃん？なんでここに？いや、そんなことよりも私のクリスタルをどうするつもり？待って、真帆ちゃん、話を聞いて。クリスタルは渡さない。これはお姉ちゃんを救うために絶対に必要なんだから。自分を信じて頑張ろう。アイエスクリスタルは渡さない。真帆ちゃん、少しだけでいいの。話を聞いて。私はそっちのこと一方的に知ってる。でも私のことを知ってるなんてありえない。真帆ちゃんを傷つけたくない。でもどうすれば真帆ちゃんに話を聞いてもらえるの？敵を投げ払います。真帆ちゃん、勝手に呼ばないで。大体私の名前だってどうやって知って。ずっともだから。え、何？未来で約束したんだよ、私たちずっともだって。ずっとも知って。えい、崩します。そんなこれはちょっと、これは超痛いよ。やっほっ。私の本気見せます。最後です。メガミカがやったー、撃破できました。やられるな。あんたマジ意味不明。このなんか私って、これアイエスクリスタル？え、なんでどうしてアイエスクリスタルが2つ？私が真帆ちゃんにシーリーさんに未来で託されたものだから。それにこれを見て。え、何これ。
私がネプギアちゃんと写ってるの？それは未来で撮ったの。私と真帆ちゃん、それからアンリちゃんってこと、3人で一緒にルビーで遊んだ後で。未来？私は未来からタイムスリップしてきた。これから起きることを食い止めるために。そのアイエスクリスタルをめぐって、これから悲しいことがたくさん起きるの。 PC 大陸の人たちは帰る家や家族を、アンリちゃんはお父さんとお母さんを、そして私は真帆ちゃんを。未来とかタイムスリップとか本当意味不なんだけど、でも一番意味不なのはあんたがなんで泣いてるかってことだけど。だってずっと会いたかったから。真帆ちゃんが消えて今までずっと。はい、これアイエスクリスタル。いいの？だってあんたが言うには友達なんでしょ、私ら。うん、だけど今の真帆ちゃんとはまだ会ったことがなくて。そんなの関係ないって。ずっともっていうのは過去も未来も現在もずーっと友達って意味なんだから。真帆ちゃん、準備できた。ねえ、一つ聞いていい？うん、いいよ。その追消滅ってのが起きれば全部なかったことになるんだよね。うん、おそらくアイエスクリスタルという存在そのものが消えるから、真帆ちゃんがこれを作ることはなくなると思う。そっか。それじゃあお姉ちゃんを救うにはまた別の方法を考えなきゃいけないんだ。ごめんね。いいよ、それがある方がもっとヤバいことになるんでしょ。じゃあ仕方ないって。私必ず力を貸すから、お姉さんのために。だからプラネテューヌに来て。プラネテューヌ？うん、待ってる。それは難しいかな。私表に出るの控えろって言われてるし、何より女神候補生であることも内緒だから。内緒なの？うん、なんか女神のイメージがとか、デリケートな問題抱えてるんだって。今日は一瞬だけでもネプギアちゃんに会えてよかった。私憧れてたんだ。その夢が一瞬だけ叶っただけでも嬉しいっていうか、また頑張れる気持ちができたっていうか。
私はまたここでお姉ちゃんのために一人で頑張るよ。真帆ちゃんは一人じゃないよ。私はずっと待ってるから。ううん、私から真帆ちゃんに会いにだって行く。ネプギアちゃん、じゃあ始めるね。これでハイエスクリスタルが消えた。全部終わったんだ。すごい綺麗。うん、これで私たちお別れか。ううん、もう一度出会うんだよ。そっか、そうだったね。あ、そうだ。私、友達できたことなかったから、あだ名的なものにもちょっと憧れてたりして、別れ際に欲張っちゃってごめんだけど、その、ギアチーって呼んでいい？うん、いいよ。未来の真帆ちゃん、自分のこと足って言ってたよ。足？足、足。うん、なんかしっくりくるかも。また会おうね、ギアチ。うん、必ず、真帆ちゃん。お姉ちゃん、早く早く。きっともうみんな来てるよ。そんなに引っ張らないでよ、ネプギア。うーん、太陽が黄色い。頭がクラクラする。もう、昨日あれだけ夜更かししちゃダメだよって言ったのに。だって、欲しい素材が全然ドロップしないんだもん。もう、お姉ちゃんたら。あれ？ネプギア？どうかしたの？ねえ、お姉ちゃん、前にもこんなことなかった？何言ってるの、ネプギア！そんなわけ！あー、そうだ！ネプ！マジ今度は？え、何言ってんの？ずっと前にやっつけたじゃん。じゃあ、こんなところにいたんですか。
もう皆さん待っていますよ。ごめん、寝坊しちゃって。あと、なんか寝ぷぎ屋が変。寝ぷぎ屋さんが？ネプテューヌさんの寝坊はともかく、そちらはもっと一大事じゃないですか。ネプギアさん、体調でも悪いのですか？でしたら、今日の来賓のお出迎えは私とネプテューヌさんで。イースさん、PC 大陸はどうなったんですか？急にどうしたんです？お願いします、教えてください。 PC 大陸でしたら今日これから向かうところですよ。そんな、じゃあまずは使節団としてプラネトゥーヌの研究員たちが。ネプギアさんたちが招かれるのは来月の予定ですね。あの使節団って私が招かれるって？技術提供のお礼にぜひとも招待したいと、あちらの女神候補生さんが直々に。ネプギアさんが開発した新しいエネルギー設備のおかげでとても助かったと喜んでいましたね。私が？あ、こんなところで時間を潰している場合ではありませんでした。ご来賓の皆様がすでに空港でお待ちになっていますよ。さあ、急ぎましょう。遅いわよ、ネプチューヌ。ごめん、寝坊しちゃって。だから、昨夜は早めにお開きにしましょうと言いましたのに。とか言って、ベールもギリギリだったじゃない。どうしたの、ネプギア。変な顔して。みんな、いつも通り。私、夢でも見てたのかな。何言ってるのよ。やっぱり、なんか変よ。ほら、PC 大陸からご来賓の皆さんがいらっしゃいましたよ。ほら、シャキッとしなさい魔法。今日は守護女神様の代理なのよ。わかってるってば、アンリー。お招きありがとうございます。 PC 大陸の女神候補生、魔法です。これはご丁寧に。こちらは。マホちゃん！ネプギア、どうしたの？ちょっと、なんで泣いてるのよ！もう久しぶりに会ったっていうのに、ギアチーってば。でも、ただいま、ギアチー。
なんて